はい、どうも。先日の謝罪動画に対する温かいコメント本当にありがとうございました。ミッソです。はい、本日はですね、フリート強化における絶対に行った方がいい高校3選皆様にご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、結構ねフリート強化をやり込んでいく中で、無事ね PD8 先発というね、まあ、大エースも作成できましたといった中で、立ち回りもね結構確立してきてまいりました。そんな中で私がね、もうここは強いと思ったね高校を3つほど皆様にご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということでね、早速1校目から見ていきましょう。1校目がこちら、花丸高校ということでですね、最近私の中で一押しの高校でございます。まずですね、合同練習キャラが全員2種連なんですよね。はい、これによってこの合同練習キャラだけでの船積みタッグが非常に起こりやすくなります。なのでサクセス始まった最初の初手ですね、1校目に花丸高校を選んであげると、おのずとねセク1の点数も伸びてくるんじゃないかなというふうに思っております。なのでね、非常に最初のね、1手目は花丸高校を選ぶことが私多いですね。なんならここ厳選してもいいくらい、でコントロール練習が赤色、スタミナが緑色ということでですね、まあテンプレキャラの翼合わせ、そしていろはちゃんとね得意練習マッチしておりますので、評価が上がればここでもねタッグを狙えるっていうのも強みですね。で積み荷に関してなんですけども、守備とメンタルに関してはねちょっと嫌な形してるんですが、球速コントロールは正方形、スタミナと変化は L 字ということで、ここはね非常に積み荷的にはね積みやすいと思いますので、タックガンガン起こしてって問題ないんじゃないかなというふうに思っております。ここも評価できるポイントですね。で最後にこの売り値、めちゃくちゃ美味しいですよね。緑青赤が 1.5 倍、黄色が2倍ということでね、黄色を稼いでいく中で次花丸高校があるっていうね形が取れたら理想的ですね。でもそれ以外でもね変化以外がちゃんとねボーナスかかりますので、とりあえず選んどいて損はないといった形ではないでしょうか。はい、で、次2校目なんですけども、こちらエジプト高校ですね。はい、まあここも意外とね隠れ最強高校かなと思っております。ですね、合同練習キャラの得意練習は、そんなに強くはないです。ララちゃんがメンタル、ヌービスが球速で一応マッチをしてますが、立石がちょっと、何してんのって感じですね。ただこの配置見てください。球速青、コントロール赤、スタミナ緑、変化紫ということでね、これもうね配置が完璧なんですよ。球速は青の五条先生、コントロールは赤の翼と合わせ、スタミナは緑のいろはちゃん、変化は紫のルミナまたは同栄ということでですねもうね完璧すぎる。なんでもうイベキャラの評価がもうピンクに、なった瞬間にもうこのエジプト高校行ったらもうタック起こし放題ですね、マジで。なんでイベキャラの評価が上がったタイミングで行くとかなり強いかなと思っております。なんで2番目3番目くらいに踏むといいんじゃないかなとは思いますね。初手で行くのはそこまで強くないかなと思っております。で積み荷に関してもですね、スタミナ変化がこれね、横棒になってますんで、ここで船積みタックが起これば一気にね圧縮することできますので、ここでタックを起こせるかっていうのが大事になってきますね。たくさん積むためには、スタミナ変化タックを起こすことが鍵になりそうです。で、売り値に関してもですね、めちゃくちゃ強いですね。青と黄色が2倍、紫と赤が 1.5 倍といった感じですね。しっかりやっぱ黄色に2倍かかってんのが優秀ですよね。はい、もう本当に売りに関しては花丸もエジプトももう文句ないんじゃないかなと
思っております。とりあえず寄っていけば何かしらのねボーナスは得ることができるということでね、やっぱり新高校はね全体を通して強いですね。まあ、新高校といいますか新たに追加されたね高校は全体的に強いなというふうに感じております。で最後3個目なんですけども、こちら暁ということでですね、はい、まあね暁は何がいいかって色が5色あるんですよ。で5色あるね、まあ、色の中では一番いいんじゃないかなと思っております。まず合同練習キャラなんですけども、合同練習キャラはね正直いまいちです。一ノ瀬しか一致してないんじゃないかな。一ノ瀬の変化しかタッグ起こせないですね。はい、そこはちょっといまいちなんですが、練習の配置はそこそこいいです。球速が青、まあ、五条先生ですね。で変化が紫、これルミナ同衛で、メンタルが赤、ここでね合わせを絡ませられればタックルできますよと。あと守備練習にね黄色がありますので、ここでね、まあ、全経験点を稼いでいきつつ、まあ、この花丸エジプトに行くっていうね流れ作れたら、まあ、理想的かなというふうに思ってますね。はい、で暁のね一番強いところ、積み荷が全部 L 字でございます。はい、なのでもうタックをガンガン起こしていけばもう 100% 超え余裕でいけます。はい、なので、まあ、鉄腕が非常に狙いやすいっていうのも特徴的ですね。ただ、まあ、タックを起こすためには、まあ、指キャラの評価のまあ評価上がってないと厳しいと思いますので、まあ、この暁も初手に選ぶ高校じゃないかなとは思ってます。まあ、ただ黄色がちゃんとあるんで初手に選んであげて、このね、売り値だけで稼いでいくっていうね立ち回りは全然ありだと思っております。で指キャラの評価が上がったらまたね帰ってくるっていう形で取れれば、まあ理想的かなというふうに思っております。最後に売り値なんですけど、ここはそんな強くないですね。青が 1.5 倍の赤が2倍といった感じで、そこはいまいちといった感じですかね。はい、といったところで、まあ、今のところ私の中の3強はこの3つかなと思っております。はい、まあ初手花丸選んであげて、次に、まあ、エジプトか暁があったら、まあ、最高かなといったところですね。まあそんなね都合よくいかないんですけどね、そんなねもう完璧なルートはなかなか現れないんで、まあ相当やり込む必要あるんですけども、まあ、初手花丸厳選くらいなら私はしてもいいんじゃないかなと思っております。まあ時点でね、まあ結構皆さんがね、まあ、議論に上がると思うんですけど、この波動高校、まあ、波動高校も非常に行きやすいです。はい、木場がね急速紫でタックを起こしてくれますし、金原もコントロール青でタックを起こしてくれるし、水鳥も守備緑でタックを起こしてくれる。なんで初手に選ぶのはめちゃくちゃ強いんですよ。最初からね経験点出していく上ではめちゃくちゃ強いですし、水鳥がね守備練習というところでこのフリート高校で不足しがちな敏捷ポイントもしっかりとね稼ぐことができるので、波動も悪くはないんですよ。悪くはないんですけども、これね積み荷の形が全部横棒なので、これってね売却した際に経験点が上がりづらいんですよ。上がりづらいというか、まあ、低いんですよね。まあ、そこがまあネックになってくるかなといった感じですね。最初に選ぶのはいいんですけども、2周目とかに差し掛かっていくと経験点を伸ばしたいところで、そこのね、まあ、売り値が低いというところになってくると、まあ、ちょっとロスにつながるかなといった感じですね。はい、なので波動高校の立ち位置が非常に難しいです。決して弱くはないんですよ。弱くないんですけども、まあ、最大値からはちょっと離れちゃうかなといったところですね。なので、まあ、波動に行くくらいだったらね、やっぱこの尖ったアスレティス高校とか、まあ、売り手もめちゃくちゃ優秀ですしね。あとはまあアンドロメダも悪くはないですね。あとここにないですけども、円卓高校もめちゃくちゃ強いです。はい、といったところで、まあなんかもうざっくりと新しく追加された高校はもう強いと覚えておいていただけたらなというふうに思っております。それプラス、既存の高校の中ではまあ暁がちょっと頭一つ抜けてるかなといったイメージですね。はい、なんでまあそこだけをね頭に入れてあげれば、まあ、行く先困った時に、まあ、なんとかなるかなと思っております。まあ、どうしてもですね、もうタックがハマりすぎて今ね、例えば暁に行きたいのにもう金が3つ溜まっちゃって、いやでも強い練習来てるんだよなっていう時になっちゃという場合になっちゃったら、もう全然スルーしちゃっていいと思います。まあ、時点で強い高校をね、まあ、しっかり選んでいきましょう。この場合だとまあ波動高校になりますよね。で波動高校も厳しいってなったら、まあもう混合に行くとかね。でまあこの次の行き先をね、
選んだ、あの見てあげるっていうのもめちゃくちゃ大事ですので、うん、まあ、結局だから今回強い高校ね3つ言わせていただきましたけども、まあもうハマり方とケースバイケースによるんですよ。何の経験点が足りてないとか、まあ、そういったところになってきますんで、なんでとりあえず困ったらここに行くっていう認識で覚えておいていただけたらなというふうに思ってます。はい、花丸エジプト暁、はい、ここはもう鉄板かなといったところでね、今回の動画終わりたいと思います。チャイトロックしたいという方はぜひよろしくお願いいたします。では失礼します。 See you。